ん、こんにちは。しおりちゃんのしほとりんりです。はい、ということで今回ですね、こちらのね、超大盛り、うん、のペヤングを ギガマックス、ね、ギガマックス、あの一番辛いやつ、うん、ペヤング世界一辛いやつ、世界一辛いのこれ世界一なのこちらの、ね、ペヤングを使ってね、このバターをこの中に入れて、なんか美味しくなりそうなのでやっていきたいと思います。でね、これはね、ボンボン TV さんとワンユンチャンネルさんとかいろんな人がやってるんだよね。リミがボンボン TV 見たんだよね、うん、で私がワンユン見ましたでリミちゃんがどうしてもね、これをやりたいっていうので、ちょっとね、あのお子様をやってる人はいないかと思うんですけど、はい、で まずね、ママとパパが食べてみてどれだけね辛さが緩和されるのかっていうのをちゃんと確かめてから、しほちゃんとりみちゃんに食べてもらおうかなと。だからもしかして全然辛さが引いてなかったら食べれないかもしれません、2人と。いいよ、食べなくて。だってしょうがない。太るから、これ絶対、うん、絶対太る、ね、私はね、だから一口ぐらいしか食べません。胃開けて、もう早っ早っ。もうりみちゃんがね、やりたくてやりたくてしょうがないんですよ、そうなんです、この企画。バイユンの見てて、太るなこれって思ってたんですよね、本当に、本当に。でも本当にこれ辛いから、もうすごいね、あの辛くならない、辛くならないんだったらいいんだけどね、バターで、うん、まずね、パパとママで確認をね、しますので、はい、皆さんね、小さいお子様はね、食べない方がいいですよ。絶対食べない方がいい。辛みが強いので、小さなお子様やね、辛みが苦手な方は十分に お気をつけくださいなどでね、うん、あのバター入れたら子供たちも食べれるかなと思ってこの企画やっておりますので、うん、大丈夫です。そうだね、小さなお子様はね、まあ、あの食べれないんじゃなくて、まあ、ご注意くださいっていうことなので、食べちゃいけないっていうわけではない、十分気をつけてくださいって、ね、なのでまずパパとママがあの食べてみて判断して大丈夫そうだなと思ったら、リミちゃんたちにもちょっとね、でも食べたとしてもちょっとです、あのほんのちょっとです、いっぱいは食べない方がいいです、やっぱこれはね、こういうものは。リミちゃん、うん、注意して食べますので、ね、なのでちょっとね、小学生でも食べれるようになるのか、このバターを入れたらね、そういう検証、それをちょっと検証みたいな感じに、ね、なるかな、はい、ということ。検証？じゃあリミ検証台にされるの？うん、だってリミちゃんが自分でやりたいっていうからさ、リミちゃんの希望を叶えようかなと思ってやっております、うん、はい、普段はね、やらないのではね。ママはね、食べたことあるんだよね、このマックスエンドっていうね、超辛い焼きそばがあったんだけど、涙でなんか痛かった、辛くて、なんかもう辛いを通り越して痛かった。それでね、その後になんかアイス食べました。じゃあ開けてみよう。うん、開けてみよう。開けた。うん、で、なんかすごい大きいね、やっぱりね、見て。うん、おー、それが辛いんだよね、激辛ソース。次、火薬。うん、でもさ、これさ、あのこの前買ったさ、ペヤングのソース入れてれば美味しくて、ね、これ2個入ってるよ。そうだね、うん、ほら、そうそう、あのでっかいのが2個だから、あの普通のサイズが4個分なんだって。これが大きいやつ、で、これが2人分。そうなの、うん、じゃあ4人分あります。じゃあみんなで食べよう、みんなで食べよう。お湯入れよう。はい、というわけでね、あのお湯を入れてね、焼きそば完成しました。はい、じゃあこれに、今のところ匂いとか全然平気です。匂いはね、で、これに溶かしたバターをかけるんだけど、ね、これからちょっとバターを溶かします。その前に、はい、じゃあちょっとバターどれぐらい大きいのか、しほりみはもしかしたら見たことないのかもしれない。見たことあります。ありますか、あ、動画で。はい、本物見た、見たことある。本当、おーおーおー、すごいすごいね。じゃあ、リミちゃん、カメラにもう一回見せてください。じゃん、これ入れます。はい、
じゃあボトって入れて。いい入れて。うん。チーズも入れる。うん。耳入れたでしょ。入れてください。いいよ。飛ばないように。うん。よいしょ。はい、じゃあこんな感じになるんですけど、はい、すごいバターをね、これ溶かさなきゃいけないんですね。バターもう溶けてるよ。もう溶けてきたよ。溶けてきちゃったね。でもちゃんとね、溶かします、はい、今から。すごいですよ、これ見てください、ね、これやばいね。見たことないです、皆さんみんなボンボン TV さんとか見てるよ、ボンニューさんとか多分見てるね。見てる、見てるよね。はい、じゃあバター溶かしに行きましょう。はい、はい、おいちちょーバンバン素晴らしい。まあ食べてないですね。ちょっとね、一回焼きそばの上に乗せちゃったからさ、ちょっと汚い。いやー、これはカロリー高いわ。生まれて初めてだな、ママも、うん、こんな丸ごと一本。これで1400キロカロリー。そうだよね、バターだけで1400。焼きそばが2100、うん、2000いくつだったよね。2100ちょっとぐらい。うん、わー、2200としたらやばいね、うん、でも4人で割ると、まあ1人で食べなきゃいいんだけどね、うん、まあ、我が家はもういいかな、うん、溶けました。あ、バター入れるよ。入れます。はい、すごいね、すごい、とろとろ。結構やっぱ量があるね。ね。すごい。すごい。バターの海ができるらしいです、そこに。本当だ、海できてる。言ってたよね。海できてる。すごい。ほら、もうバターがすごい。な、え、超いい匂いだね。ね、混ぜて、混ぜた。匂いは最高ですね。じゃあリミちゃんちょっと混ぜてください。ね。重たそう、リミちゃんがやると特にだね。大丈夫？お？混じれない。はい、じゃあね、バター全部入れて、ちょっと混ぜました。はい、パパが早く食べたいんで。じゃあちょっと やっぱね、いきなりちょっとしほちゃんとリミちゃんの食べるの危険なので、パパがまず食べて。食べれる本当に辛さなのかを確かめてからしましょう。はい、ね、じゃあパパさんお願いします。本当にバタークッキーの匂いめっちゃいい匂いだよ。でもね、バターに浸ってるところをちょっと食べてみよう。そう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 、その辺これでも理屈だと辛みはなくなってないから辛いんじゃない。いくよ、うん、大丈夫だよ、大人なんだから。なん大注目だよ。どう、なんかすごい時が止まってる。あ、でもうってなんないから大丈夫っぽそうだね。辛いけど、うん、食べれる。じゃあしほりみちゃんもちょっとずつバターがいっぱいついてるところを食べよっか。なんかね、すごいね、無理しないでちょっとにしようね。そうそうそう、そんな感じ。胡椒の辛さ、うん、胡椒食べてるみたい。いい、食べて。あ、ちょっと一本にしとこう、一応。そうだね、ちょっと一本ずつにしよっか、うん、いい、いいよ、いただきます、うん、なんかちょっともう来るでしょ。どう、おいしい、辛くない？ちょっと来た？しほちゃんちゃんとバターついてるとこ食べた？え、大丈夫？ね、美味しい、美味しい、食べてもいい。食べれそうだったらそれだけちょっと食べてみな、りみちゃん。ちょっといっぱい混ぜとこう。うん、てかもうバターに滴ってるところを食べよう。どう、しほちゃん、辛い？あのね、うん、胡椒食べてみる、本当に。あ、ね、胡椒だよ。へー、やっぱり全然バターであれなんだね、緩和されんだね。だって普通に食べたらこれ超辛いやつだよ。でもね、ちょっと残るんだけど美味しいよ、ね、残るね、うん、胡椒がね、ずっと残る。あー、なるほどね。
でもしほりみはね、比較的辛いの大丈夫なんだよね、二人ともね。わさびとか、わさびとか、一部すごい赤いとこがあるけど、大丈夫かな。赤いところはね、ついてる。これじゃママでした。なんでママなんでママママ辛いの担当でしょ。うん、食べたい。もうちょっといっとく。一本ずつ食べなね、でもりみちゃん。3、4本さっき食べた。本当にこんなにちょっと辛い。怖い。おいしい。もうちょっとバターにつけて食べてもいいからね。下の方にバターがさ、よどんでるから、うん、それにつけて食べてもいいよ。でもだいぶね、もう吸っちゃってないんだ。どう、りみちゃん。おいしいよ。おいしい。きょうちゃんどう。ママも食べてみる。おいしい。いけるよ。ほんと、じゃあすごいね、やっぱね。胡椒なくなった。胡椒なくなった。胡椒の辛さなくなった。うん、いい。これ食べて。うん、でもいけるよ。ほんと、いけるよ。すごい不思議だね。うん、でどこ行っちゃうんだろう、辛みがね。うん、油でコーティングされるんじゃない。バターの油でコーティングされてさ、で食べてる時は後から来たりしてねお腹の中に入ってから。でもそれ言ってなかったもんね。うん、無理しないでね。ちょっとちょっとでもいい。うん、でもしほりみちゃんは食べれても、あんまバクバク食べないんですよね。バクバク食べて。でもまだちょっとだから。なんかピリピリする。ピリピリはする？うん。でもちょっと辛みの焼きそばだなぐらい。そうそうそう、それぐらいだから本当にみんなも食べれると思う。一、うん、本使えば。うん。うん、もくもくと食べてます。じゃあバター1本入れれば子供でも美味しく食べられると。うん、まあでも本当辛いのが全然ダメな人はダメだけど、しほりみみたく辛いのがちょっと好きな方のね、お子ちゃまだったら全然いける。お子ちゃま、お水一応飲んどこうか。もうやめとこうね。あんまり一気に、うんね、あんまりほら一気に食べちゃうとか、あの体にも良くないから、一応ね、食べれたことにりみちゃん満足してください。でもさ、生きるよ、うん、私。まあね、まあね。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あとはね、パパとママに食べてもらいたいと思います。はい、はい、ということでね、あのね、もう子供でもね、意外といけます。いけます。ママ食べてみる。うん、検証結果は子供でもいけました。ママはね、エンド食べたことあるからね、大丈夫です。ママも余裕だと思います。ママは余裕です。うっ、やめてよ、恥ずかしいじゃん。食いしん坊みたいな。はい、ということでね、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではバイバーイ。バイバイ。グミペア。 3時だ、おやつだ、甘いだ。